どうもレイです。12月の10日木曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日最初に取り上げる話題ですけれども、山ぶどうワイン上々の出来栄え、新大農学部っていう、記事がありました。南箕輪村にある信州大学農学部の生産品販売所で9日、新大オリジナルの品種の山ぶどう五一アムレシンスを原料に醸造した山ぶどうワインの販売が始まりました。栽培に携わった学生や職員は、酸味があって上々の出来栄え、ぜひ味わってほしいと呼びかけています。農学部植物資源科学コースの学生らが約15年前から取り組む実習の一環。今年は長雨の後に猛暑が続き、日照時間が長かったため果実は小粒で、糖度は例年の18度台より高い 19.1 度とワイン原料には適した作柄となりました。農園約40アールで収穫した果実約3453キロのうち約1900キロを稲ワイン工房で醸造、残りはジュースやジャムに加工します。農学部3年の小林さんは、胸を張っておすすめできる味、ご家族で召し上がってと PR。 同じく棚橋さんは、孫が手掛けたワインと言って祖父母へ送りたいと笑顔を見せておりました。いや、山ぶどうからワインっていうのね、ちょっと聞いたことはあったんですけれども、詳しいこと知らなかったんです。信大の農学部が作ってたってことを初めて知りました。山ぶどうというとね、私もね、自然の山ぶどうっていうものをね、山登りをしてる時にね、よく見かけて、時折ね、つまんだりとかもすることがあるんですけれども、結構酸味が強いんですよね。そのね、酸味の効いた山ぶどうワイン、ぜひとも試してみたいなって思いました。ちなみにですけれども、価格は 720ml 1瓶2200円税込みで、360ml 1瓶1300円です。ちょっとお高めかなと思いますけれども、それなりのね、手間暇がかかっていますので、多分お値段的には妥当だと思います。問い合わせは信州大学へということで、こちらの方に電話番号をね、載せてありますので、もしね、ご興味がある方はこちらの方にね、お電話していただければと思います。それでは12月の10日、今日は何の日をお送りいたします。世界人権デー。1950年の国連総会で制定、国際デーの一つです。1948年のこの日、パリで行われた第3回国連総会で世界人権宣言が採択されました。すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利等について平等である、で始まる全30条と全文からなっています。日本ではこの日までの1週間を人権週間としています。この人権問題についてですね、先日もね、ナイキの宣伝でね、物議を醸していますけれども、このようなね、映像作品については様々な意見っていうのがね、出てしまうのも致し方ないかなっていうふうに思います。人それぞれね、捉え方というものが違いますからね。ただ一つ言えることはね、人権を侵害する行為、これは決してね、認めてはならない、その一点ではないでしょうか。それでは次です。ノーベル賞受賞式。スウェーデンの科学者アルフレッド・ノーベルが1896年に亡くなった日です。ノーベル賞は彼の遺言により創設されました。物理学、科学、医学、文学、経済学の各賞はスウェーデンの首都ストックホルムで、平和賞はノルウェーのオスロで授賞式が行われます。賞の選考はノーベルが生まれたスウェーデンの研究機関が行い、平和賞だけは創設当時のスウェーデンと国連国王だった関係でノルウェーで選考されます。賞ごとに選考委員会を作られ、世界中の大学や専門家に推薦依頼を送って、その返答をもとに受賞者が選ばれるということです。ノーベル賞についてはね、先日ね、お伝えしましたので、今回はね、詳しい説明を割愛させていただきますけれども、この後に行われるイグノーベル賞っていうのはね、とてもユニークでね、私はそちらの方が好きですね。それでは次です。3億円事件の日。1968年のこの日、東京府中市の東芝工場で支給されるボーナスを積んだ乗用車が白バイ警官に扮した犯人に強奪される3億円事件が起きました。多くの物証がありながら捜査は迷宮入りし、1975年に時効を迎えました。この事件以降、多くの会社が給料の支給を口座振替に切り替えるようになりました。
まあ、この3億円事件に関してもね、さまざまな論説というのがね語られていますけれども、まあ、実際の真実というのはわからないので、闇の中っていったところがね正解なんでしょうね。まあ、この3億円事件を題材にしたねドラマや映画というものがね多く作られておりますけれども、そのドラマや映画っていうのにはそれぞれの3億円事件の解釈というものがねしっかりと描かれていると私は思います。それでは次です。アロエヨーグルトの日、森永乳業が制定。1994年のこの日、森永乳業が日本で初めてアロエ葉肉入りのヨーグルトを発売しました。このヨーグルト本当私好きです。今もね時折コンビニなどで見かけるとね、やはり買ってしまいますね。それでは次です。アメリカンフライドポテトの日、これはね毎月10日が記念日となっています。アメリカのポテト業界のためのマーケティングや販促活動を行う米国ポテト協会が制定。日付はアメリカンフライドポテトの形が1のように細長いこと、アメリカンフライドポテトの原料であるラセットポテトの形が水円形でゼロのような形をしていること、またポテトの塔を10と読む語呂合わせなどから毎月10日としたそうです。記念日を通じてアメリカンフライドポテトのさらなる普及促進が目的ということで、ラセットポテトっていうのはね米国で最も幅広く使われている品種で、でんぷん質が多いため加熱するとホクホクとした食感になるといいます。あのマックのフライドポテトもやはりこのラセットポテトを使用しておられるんですかね。あのマックのポテトすごく好きなんですよね。ただしね時折なんですが、揚げたてでないものがね出てきたりとかして、しなっとしたねあの食感をね味わってしまうとね、ちょっとがっかりすることがあるんですよね。ただあのカリッと揚がって中がホクホクっとしたねあのフライドポテト本当に好きです。多くの方もねあのフライドポテト好きだっておっしゃられる方多いんではないでしょうかね。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。